おはようございます。おはようございます。はい、今日はまたここに来ました。多分ここはですね、もう最後。あ、音がない、ごめんなさい、音がない、すいません。どうすればいいのかな、これかな。はい、すいませんでした音がなかった。はい、これで大丈夫でしょうか。ここはですね、最後になると思います。あ、そうですね。今日はですね、まあ、なんて言ったらいいでしょうかね。まだね、花見は明日、明後日ぐらいまでできると思いますが、だいぶ散ってきましたね。これで、今もその風で、こう散ってるの分かりますか？ね。今もパラパラパラっと、風が吹くと散ります。また明日明後日ぐらいまではちょっと桜見れると。あ、声が聞こえない、音が出ない、すいません。こっちも音が出ない。あらら、音出てますよね。はい、奈々さん、地上のものは履かない。そうですね、地上のものは履かないです。今日で花見終わり、まだできると思います。はい、青空ね、もう一度お見せしましょう。青空、今日は天気で良かったです。昨日はちょっと曇ってましたけど、今日は、天気です。タイトルはですね、罪に死ぬですね。罪に死ぬというタイトル。今日はどこで配信、明日はどこで配信されるんでしょうか。明日もですね、まだ桜が、風が吹くとパラパラと。そして、こちらの八重桜もだいぶ咲きましたね。今逆に八重桜は満開ですね。八重桜ですよね。満開ですね。はい、そうです。綺麗ですね。八重桜は満開ですね。はい、タイさん、おはようございます。うたちゃん、胃腸炎になって3日目ですが、胃の痛みと吐き気が激しく、水分を取るのも精一杯です。主にある癒しのために祈っていただけませんか。天道様、うたちゃんの胃腸炎を癒してください。胃腸炎を癒してください。どうぞ、吐き気がなくなりますように。痛みと吐き気が治りますように。うたちゃんの上に癒しがありますように。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。風邪でいい匂いとかしてますか？匂いはあまり、匂いはしないですね。匂いはしないですね。あと皆さんね、その花びらがですね、だいぶ散ってますので、それをお見せしましょうね。ここにですね、見えるでしょうか？ちょっとここを落とす感じ。落とす可能性があるんですけど、こういうふうに花びらがね、見えますかね。うん、
花びらがね、ちょっと画面がずれちゃったですね。ちょっと待ってくださいね。はい、画面を直します。それではメッセージ行きましょう。今日のメッセージ、今週はですね、受難週です。風が吹いて受難週です。そして、金曜日がイエス様が、十字架に、かかった日なんですね。ですから今日は水曜日ですが、受難週ですから、十字架にちなんだメッセージをしたいと思いました。そして今日は罪に死ぬという言葉、タイトルなんですが、これは第一ペテロの何章だったかな、第一ペテロに書かれている言葉なんですが、なんて書いてあるかというと、イエス様がですね、十字架にかかったのは私たちが罪に死に、義に生きるためだと書いてあるんですね。罪に死に義に生きるためだということです。十字架にはいくつかの意味があります。一番の意味は私たちの身代わり、贖いですね。十字架の意味は私たちの罪の贖いというのはですね、なんて言うんでしょうかね、身代わりという意味ですね。贖う、何かお金で奴隷を買い取るみたいな、意味なんですけど、私たちは十字架によって贖われた。そしてそれは、私たちが罪に死ぬということですね。罪に死んで義に生きるため、それが十字架の大きな目的です。ありがとうございます。第一ペテロ 2-24、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義に生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。これ他のですね、何訳かな、口語訳ではですね、罪に死にという言葉になってますね。新改訳だと罪を離れというふうになってます。その罪に死ぬというのはですね、罪人というのは結局は罪に生きているというのは罪を犯しているとか、罪の中で生きているという意味です。そして、神に死んでいるというのは神と関係なく生きているということです。しかしそれはですね、罪の報酬は死です。罪の報酬は死です。罪の中に生きているならば、私たちは死ななければならない。そして第二の死という、地獄に行くことを第二の死と言いますが、肉体的に死ぬだけではなくて、霊的な死もあるということです。つまり、罪の中で生きているということは、霊的に死んでいる。霊的に死んでいるということです。それは神様にあって死んでいるということです。多くの人は神がいるかどうかも知りません。神を信じていません。神様に感謝していません。それがですね、神に死んでいるということです。神に死んで罪に生きている。それがですね、罪人です。そして、神様は、私たちを救いたいのです。救いたいということは、罪に死んで義に生きるということです。義に生きるというのは、罪の反対ですよね。正しく生きてほしい。神様にあって生きてほしいということですが、結局十字架は、
私たちの代わりにイエス様が死んでくださって、そして私たちが罪が許されて、そして、神様を信じて生きるようになってほしい、義に生きるようになるということです。とても大事なことなんですね。多くの人は罪に生きていることを知りません。神に死んでいることを知らないのです。罪に死に神に生きるということが、とても大事な考え方です。そして洗礼というのはですね、クリスチャンになって水の洗礼を受けます。水の洗礼というのは水の中に、ドブンって入って、水からこう出てくるんですけど、この水の中にドブンと入るのは、罪に死ぬということを表します。罪に死ぬ、そして水から出てくる、これが神に生きる、神に生きるということを表します。洗礼の意味はまさに罪に死に、そして神に生きるということを表します。ですから、救われたクリスチャンが、罪を犯すことはおかしいわけですね。信仰のない人が罪を犯すのは、いいわけじゃないですが、信仰がないということは罪を犯すということなんです。そしてイエス・キリストを信じると、罪を犯さなくなる、罪を犯さなくなる、それがクリスチャンです。ですからクリスチャンが罪をもし犯しているなら、いけないわけですね。悔い改めなきゃいけません。でも罪人がですね、信仰のない人が罪を犯すのは罪の奴隷ですから、分かってはいるけど、やめられない。分かっちゃいるけどやめられない。それは、やめたくてもやめれない。罪の奴隷だということですね。そこに多くの人が知らなければなりません。罪というのは自分の力でやめれないんだ。罪というのはもう罪の奴隷で、自分の力では罪から、離れることができないんだ。それがですね、大事なポイントです。ですから十字架のおかげで、十字架だけが私たちが罪に死ぬことができる、罪から離れることができる、罪の呪いから救われる、悪魔の束縛から救われる、死に打ち勝つということですね。シャープさん、暗く深い穴のどん底から引き上げられて救われたいです。この世は苦しいです。シャープさん、もう私たちはイエス・キリストにあって救われてます。でもシャープさん、もう少し忍耐してください。もうすぐイエス様が来られます。イエス様が来られたらですね、私たちは、本当に、この世から、だいぶ散ってきました。見えますか？これは花吹雪と言いますね。花吹雪、そういうわけで皆さん、十字架、私たちを十字架に感謝するのは、十字架のおかげで私たちは罪の鎖が断ち切られ、罪の呪いが断ち切られ、私たちが自由になる、罪から自由になる、悪魔から自由になる、自分の力ではやめれなかったさまざまな罪の呪いをイエス様が
解放してくださる、それがですねクリスチャンの喜びです、クリスチャンの喜びです。そして、私たちは本当に、イエス様に感謝します。感謝します。イエス様のおかげで、イエス様のおかげで私たちは救われました、イエス様のおかげで私たちは罪から離れ、悪魔から離れることができました、復活祭の喜びはそのように、救われた者のお祝い、救われた者の喜びです。ですからこの世ではですね、復活祭のことはほとんど報じられないし、あまり日本ではほとんど知られていません。それは、救われていないからですね。救われてない人は喜ぶことができません。おじぎさん、借金は罪、ギャンブルは依存症は罪なんだ。そうですね、結局そのギャンブルがやめれない、お酒がやめれない、タバコがやめれない、いろんな依存症がやめれない、それは結局罪の呪いということですね。罪の呪い、ところがイエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて、そういうことがやめられるようになります。シャープさん、キューちゃんは とてもアクティブです。老化を感じてしまうことはないでしょうか。あまり老化を感じることはなくはないですが、聖書にこう書いてありますね、肉は、衰えていくけど、霊は日々新しくなる。肉は衰えるけど、肉は日々新しくなる。あ、ごめんなさい、霊は日々新しくなる。聖霊様によって、聖霊様によって私たちは日々新しくなります。はい、それでは明石タイム行きましょうね。亀栗さん、お祭りや日本の伝統行事など、知らず知らずのうちに罪を犯していることがあると思います。偶像崇拝をやめてイエス様の栄光だけを学びたい。そうですね。日本人にとってですね、偶像崇拝は罪だとは、知らないわけですね。そのように知らないで罪を犯すこともあるわけです。うだちゃん、私たちクリスチャンにも問題が、起こったり困難が来たりします。しかし、どん底にいる時もイエス様は共におられ、もう歩めない時はイエス様が背負ってくださいます。だから私たちにとってもう問題は問題ではなく、困難は困難でなくなります。そうです、私たちはイエス様がいますから、イエス様のそばにいるならば、私たちは困難は困難でなくなります。サオリングさん、ショッピングモールのイオンはイースター商戦に、乗り出しているそうです。あ、すごい、わあ、すごいですよ皆さん、このわあ、すごい皆さん、これすごい、まさに、桜吹雪、わあ、桜吹雪ですね。
や、神様がですね、桜吹雪をプレゼント、桜吹雪をプレゼントしてくれましたね。よかったですね。今のはすごかったですね。桜吹雪、シャープさん、日々新しくなるのであれば再インストールのようなものですね。そうですね、私たちはですね、毎朝毎朝再インストールしなければなりません。朝起きたらお祈りします。お祈りして私たちは信仰を再インストールしなければなりません。もし朝祈らないとですね、ちょっと調子がおかしいかもしれませんね。ルカさん、桜吹雪綺麗ですね。それではですね、明石タイム行きましょう。明石タイム。イエス様を信じて、罪を犯さなくなってきた。罪に反応しなくなってきた。罪から離れることができた証。イエス様を信じて、悪いことはしたくなくなってきた証。スタート。イエス様を信じて、罪から離れるようになってきた証、スタート。サオリングさん、毎朝生きて目を覚ましてくださりありがとうございます。今日も神様が一緒にいますように祈ります。サオニクさん、キューちゃんの家のお墓って十字架の形ですか？私はお墓を持ってません。お墓がありません。イエス様を信じて、いろんな罪を犯さなくなってきたかし。ヨハネさん、タバコをやめようと日々本数を減らしています。早く禁煙できるように努力します。アメン。アリエルさん、イエス様が見てくれていると思うと言葉や優しい気持ちになり、思いやりを持って人と接したいと思います。ジロンさん、花びらが散るというのは日本人の罪が洗い流されているということでしょうか？そうですね。まあ、桜が散るというのはね、まあ、桜が散るというのは、まあ、イエス様が私たちのために命を捨てるという意味もあるかもしれませんし、まあ、クリスチャンが、イエス様のために命を捨てる、イエス様のために命を捨てるという意味もあるかもしれませんね。シャープさん、昔見ていたドラマが YouTube で見つけてみたのですが、主人公の名前がマリアで自己犠牲のテーマでした。この世のドラマは見ないと決めていたのに、何かイエス様の御言葉を感じるものがありました。そうですね、この世のものでね、アニメとか映画とかドラマで、何かやっぱりですね、なんか自己犠牲的な、自分が犠牲になって人を助けるというのは、やはり、名作になる感じがありますよね。しかし本当の名作、本当の名作はイエス様が私たちのために犠牲になった。人を救うためにイエス様が犠牲になった。それがもう
永遠の名作、名作といったら語弊がありますが、永遠のストーリーですね。アリエルさん、桜が散るというのはイエス様が罪を去っていく、消え去っていくような気がします。ああ、そうですか。このイエス様の血によって罪が現れるように、この桜の花びらによって清められるような、そういう感じがあるかもしれませんね。桜の 花びらで私たちが清くされる、イエス様の流される血によって私たちが清くされます。すみません、風でね、帽子かぶればいいんですが、また風が吹いてきましたね。ルカさん、ひどいいじめをされ、その人を呪うくらいでは罪だと知りませんでした。イエス様を信仰し、十字架で自分の過ちに気づき、悔い改め、人の幸せを祈り、どんなにひどいことをされても許し、幸せになってねと祈れるようになり、罪から離れることができました。神の真理を知れて本当に良かったです。アメン。本当にルカさん良かったですね。良かったです。シャープさん本当にそう思います。こんなに良いドラマも最後にこの作品はフィクションですと表示されているので、イエス様の御言葉だけが本物だと改めて感じました。聖書では人間はですね、霊的に死んでいると、聖書は言っています。霊的に死んでいるというのは、私たちは神の命に預かっていない、罪に生きているとか、悪魔に支配されているとか、そういう意味です。ですから私たち人間は肉体は生きていても霊的に死んでいたものです。アダムとエバの罪によって人間は、神と断絶して生まれてきます。それが霊的に死んでいるということです。本当の命に預かっていない。しかしイエス・キリストを信じることによって、その十字架の贖いによって永遠の命を受け、私たちは霊的に蘇る。今週は受難週で、今度の日曜日は復活祭ですが、イエス様も復活したように、イエスキリストを信じる者も霊的に復活するのです。霊的に復活する、それは罪に死んで神の命で生き返る、神の命で生き返る。それが私たちの復活です。霊的に蘇る。クリスチャンが喜べるのはそのことなんです。クリスチャンは霊的に死んでいたけど、イエス・キリストを信じて、
生きるようになった。霊的に生きるようになった。神様と和解し、神様から祝福を受けるようになった。霊的に死んでるということはですね、神様に祝福されないということですね。神様に祝福されない。神様から恩恵を受けれない。しかし、霊的に生き返って、私たちが、ある意味では死人から蘇って、死人から蘇って私たちは、霊的に生きるようになったんですね。サオニコさん、信仰が揺らいでいると怒りや不安が湧き起こってとても辛いです。そうですね。私たちが肉的になるとですね、肉的になると非常にですね、不安定になりますね。シャープさん、逆に体がどんなに健康でも、イエス様を知らずにこの世的な考えをしていたら、それは悲しいことだと思います。そうです。多くの人は、体が健康でも心が病気なんですね。心が病気。まあ、霊が病気と言ってもいいでしょう。ですから、イエス様は、私は病人のために来た。病人のために来たというのは、心が病気である。罪人のために来たと言えるでしょう。サオニンゴさん、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出るとイエス様が言っていましたが、本当に泉のように聖霊様から内側から働いているのを感じます。アメン、アメン。アリエさん、私は何も持っていないので尊敬はされないですが、私は他の人を尊敬します。アリエさん、大丈夫です。人に尊敬されなくても神様に愛されています。イエス様に愛されることが大事です。むしろこの世では、ね、あまり評価されない方がいいんです。この世では評価されない方がいいんです。クリスチャンはこの世では評価されません。クリスチャンは全然この世では評価されません。でも、イエス様に評価されてるんです。ウダちゃん、イエス様が私たちのために十字架にかかり、墓に葬られ、三日目によみがえれたことを信じるならば、私たちに絶望はありません。将来と希望が常にあります。ハレリア。キューちゃん、今度の祈り会はいつでしょうか。ネット祈り会が一番好き。そうですか。まだね、予定はないです。ごめんなさい。今は、受難週なので、イエス様の、十字架について、ちょっと強調したいですね。はい、それではですね、はい、招きをしましょうかね。招きです。ごめんなさい、ちょっと読めないですね。元蔵さん、おはようございます。それでは、招きをしましょう。招きですね。今日の放送を聞いて、私は今まで、罪に生きていたんだ、神様に対して死んでいたんだ、罪に生きていたんだ、イエスキリストを信じて罪に死にたい、罪に死んで神に生きたい、義に生きたい、そう思う方アメンと言ってください。罪に死にたい、この呪いであり、鎖である罪から離れて罪に死にたい。そして、神様に生きたい人。アメン。
スカイエンジェルさん、以前はお前はもう死んでいるとよく言われていました。信仰を始めてから人として生きれるようになった気がします。アメン、アメン。アレスさん、金曜日は絶対、寝坊できないですね。絶対キューちゃんの放送を見たいです。そう、受難日ですね。金曜日は受難日ですからね。カマキリスさん、罪に死んでイエス様に生きることを宣言します。アメン。天のお父様、感謝します。以前は私たちは、生まれながらにして罪に生き、罪の呪いの中にありました。知っていて悪いことをしてました。それは、本当に恥ずかしいことですが、それが当たり前と思ってました。しかしイエス様を信じて、イエス様を信じて、それは神様に対して良くないということが分かり、そして十字架によって、生まれ変わることができました。聖霊をいただいて、聖霊をいただいて神に生きるようになりました。そして罪に死ぬことができるようになりました。本当に感謝します。今アーメンと言った方々が自分の罪を認め悔い改めています。どうぞ彼らの罪を許してください。彼らの罪を許し、十字架によって命を受け、神の子として、蘇りますように。神の子として、神から生まれ、義に生きるようになりますように。彼らを救ってください。彼らを救ってください。感謝します。そしてまだ罪に苦しんでいる人たち、罪に生きている人たちをどうぞ、イエス様、救ってください。彼らを救ってください。多くの人が悪魔の奴隷として苦しんでいます。彼らを救ってください。イエス様お願いします。救われた者が今度は多くの人にイエス様を述べ伝え、十字架を述べ伝えて、もっとこの福音が伝わりますように、日本中に伝わり、世界に伝わりますようにお願いします。兄弟姉妹が立ち上がって、イエス様を伝えたい、十字架を伝えたい、福音を伝えたいという気持ちを与えてください。あなたに使え、あなたに用いられたいのです。イエス様、感謝します。どうぞ、私たち、あなたの栄光を表すように、表すことができるように、桜を作った神を、に栄光を返しているように、私たちも、私たちを作った神様に栄光を返すことができるようにしてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。これは王ちゃん、王ちゃんですか。ギャンブル三昧、お金のことを考えてばかりでしたが、天国に行けばそんな心配がないと知りました。これからは天国銀行に投資したいと思います。アーメン。ユウさん、イエス様に栄光、悪に打ち勝つ力をください。もっともっと力をください。イエス様の愛に感謝します。世界中の人々がイエス様を知り、信じることができますように。アメン。はい。多分、ここは今日で最後だと思います。明日はまた別なところで桜を見ることができるでしょう。ね。ここはもう最後になると思います。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム。ありがとうございました。ありがとうございました。シャローム、シャローム、シャローム。